青木隼人は東京都江戸川区出身の元プロ野球選手。2020年度から埼玉西武ライオンズの3軍、投手コーチ。中学、高校では軟式野球、大学では準公式野球をしており、公式の経験が長くないながらプロ野球に入った異色の選手。1977年に東京都江戸川区で生まれる。幼少期は巨人ファンで桑田雅美。 斎藤正樹、原辰則らに憧れていた。江戸川区立上一式南小学校1年から野球を始め、中学時代も軟式野球部に所属し、遊撃手で活躍した。修得高等学校に進学して、公式野球部に入部したが、本人と推薦組の選手たちとの間にある待遇の差に1ヶ月で退部した。 一時は野球をやめようと思ったが、軟式野球部の監督に誘われて軟式に転校。エース投手として活躍し、3年時は全国高等学校軟式野球選手権大会でベスト8に進出。一般入試で進学した同志社大学では巡航式野球部に所属。1年時の全日本大学巡航式野球選手権大会で優勝する。 準公式の関西6大学リーグでは通算28勝、全公式戦39勝を挙げた。1999年度ドラフト会議で西武ライオンズから6位指名を受けて入団。ドラフト6位と開始名ながら1年目の2000年から17試合に登板して防御率2.60の結果を残した。2001年には登板数を伸ばし大事な場面での登板も増え、 46試合で、防御率2.96、プロ初勝利を含む4勝を記録した。2002年も36試合に登板した。3年目までは126イニングで、四死球は32とかなり少なく、主力投手として活躍した。2002年シーズン中に肩を故障。2003年に復帰するも、対大阪近鉄バファローズ戦にて、中村のりひろに支球を与えたとき、 青木が帽子に手をやることもなかったため、そのことに激光したタフィローズに突き飛ばされ、鞭打ち症になってしまう。それによる降格以降は思い切りの良さが消え、故障も重なって低迷が続いた。これ以降3年連続防御率2桁台と不振に陥った。2006年3月23日、福地喜との交換トレードで広島東洋カープへ移籍。 2006年は8試合のみの当番だったが、被安打4で防御率0.00と安定していた。2007年は梅津智弘の不振と上野博文の経験不足もあり、8月から中継ぎとして活躍し、防御率3.0015ホールドを上げた。支給の少ない投球で防御率は途中まで1点台と、抑えの横山隆二と共に安定していたが、 終盤になって打ち込まれるケースが多かった。9月1日、前田智則の通算2000本安打達成試合において、1、3回登板ながら5年ぶりの勝利を挙げた。2008年は、前年から被打率が悪化して11試合の登板に終わった。2009年は再び出場機会を増やし、29試合に登板した。2010年は6試合の出場に止まり、10月3日に、 戦力外通告を受けて同年限りで現役を引退。2011年からは広島の三軍投手コーチを務める。2019年10月21日、同日付で投手権強化コーチを辞任。10月25日、2020年より埼玉西武ライオンズの三軍投手コーチに就任することが発表された。 2000年8月7日のオリックス対西部19回戦において9回表に四万塁類の場面で代打として登場した投手の松坂大輔が2点タイムリーを放ったが、青木はその直後に松坂の代走として出場している。これは西部ベンチが野手を全員使い切ってしまっていたためであり、松坂に変えられたのも試合途中から9番に入っていた投手のデニーであった。 当時の東尾む監督はその場面での代打候補として松坂と青木の二人を考えていたという、ありがとうございます。